中津川ザイス OLAR 武道館は、岐阜県中津川市の中津川公園内、特設ステージで開催されている100%ソーラーエネルギーを活用して行われる野外ロックフェスティバルイベントである。略称 NTSB、TSB。ロックミュージシャンの佐藤大治が、2012年12月に日本武道館で行ったザイス OLAR 武道館が100% ソーラーエネルギーを活用し実施したロックコンサートとしては前例の内外規模な試みであり多くの音楽ファンや関係者から注目を集めた2013年9月には100%ソーラーエネルギー活用して行われる日本初の野外ロックフェスティバルイベントがスタートしたまたその活動は全国各地へと広がっており2013年8月より 北海道樽市の石狩湾振興、樽川ふ頭横屋外特設ステージで開催されている、ライジングサンロックフェスティバル内のボヘミアン、ガーデンステージのステージ電源を、ザイス OLAR 武道館システムが担っている。2018年10月より、佐藤大寺の出身地である、徳島県でも、阿波国ザイス OLAR 武道館の開催がスタートした。2019年7月より、 福島県にて、稲脇色財閥 OLAR 武道館の開催が予定されている。会場となる、中津川公園ロックミュージシャンの佐藤大二と東京のコンサート企画、制作会社ワイズコネクションがともが共に、2011年3月の東日本大震災をきっかけに100%ソーラーエネルギーを活用したロックコンサートを考案する。 2012年に蓄電池開発メーカーであるイネノバが蓄電池を活用したソーラーエネルギーシステムに協力をすることがきっかけに株式会社中央物産の地元である岐阜県中津川市での野外フェス開催が実現される。2013年に中津川財須 OLAR 武道館実行委員会も発足され当委員会が主催となっている。会場である中津川公園は 岐阜県中津川市では1969年に日本の野外フェスの先駆けである全日本ホークジャンボリーも開催されている。参加アーティスト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 参加ア,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 アーティスト第6弾発表。ありがとうございます。